はい、いつもありがとうございます。はい、本日もおじあいさんから、はい、ハイブリッド一つですね。はい、よろしくお願いします。あのプリズムのベースも20枚ぐらいねあるということですけど、あのグレーディングね今、まあ、500バイナウで、まあ、9.5 とかでねつくとね500バイナウの、まあ、400ぐらいで取引されてるような感じだったりもします。はい、ですのでまあグレーディングするのもありだと思いますよ、うん、っていうのをあのメールね、はい、しました。まあ一応ねテキサス州も動き始めたんでベケットさんも再開したらというとこですね。まあ物流がちょっと落ち着くまでちょ、まあ、うちもちょっと待った方がいいかなと思う感じですけどね。はい、じゃあワンパック目、まずはオラディポ。昨日すごかったっすね、あれ、ワンパックにね。ザイオン、ザイオン。あれ、中も光ってたら最高でしたね。エイトン。オラディポ。でね。次、キラキラ。せーの。あ、ジョン・ウォールか。はい。めっちゃいい選手ですよ。わかってます。で、その下はどうだ？あ、プレミアだ。あ、ジャバリ。ちょっと弱いっすね。あ、コビーホワイト。あ、ここで OK。セレクトもすごい上がってますよ、今。スコフィールド。もう、セレクトのホビーって多分650、来週には700ぐらいになると思いますよ。正直な話。よいしょ。はい、タコさん。で、ウエストブルック。で、その下。キラキラだ。せーの。あ、デリック・ロース。あ、いい選手なんですけどね。でもね、その下青いです。うん。25です。せーの。ん？ホッシャン！ホッシャンか。はい。キラキラが3枚連続ベテランですね。23の25。はい。ホッシャンでした。あ、コートサイドもドレーモンドグリーンですね。ちょっとベテラン多めだな。後半期待。ルーキーは今3枚。バグリ。シリアルは1個ですもんね。ケルドン。この下はシルバーです。せーの。あ、テイタム。まあ、この辺も、まあ、あのベテランもかなり上がってきてるんでね、まあ、テイタムもね、まあ、セルツの全然スター、ね、スーパースターですから、この先はね、はい、これもちゃんと、まあ、綺麗に、あ、八村君のプレミア来た、これはいいですね、持ってた方がいいと思いますよ、テイタムとかもね、ちゃんと光ったやつ、ジミー・バトラー、ヤニス、はい。八村君のプレミアレベルがちょっと救いですけど、カビ君必ず来るな。カビ君よく合う。グラント・ウィリアムス、お、帳尻合わせてきた。で、キラキラ、せーの。あ、ウィンドラーか。まあ、ルーキー1枚。この下色ついてるかな。お、色ついてる。青だ。青青ですね。25です。いきます。せーの。あ、クラーク25尻、これはありですよ。下克上を起こすなら彼でしょう。はい、しかもコートサイド6の25、はい、いいですね。店長書いております。書いてるやってないですけどね。はい、ベンシも PJ。はい、ということで最後のパックで帳尻合わせてきました。ルーキーの枚数もね、はい、25が2枚、キラキラ2枚で、テイタムのシルバー、なんですけど、結局ルーキーもキラキラ、ウィンドラーと25尻のクラークで、八村のプレミアレベルと、結局帳尻合わせてきましたね。はい、ということでね、ぜひ、はい、セレクト大好きですね。これやっぱいいのかなね、まあ、あまりね余分なもんない方がいいですもんね、おじあいさんね、確かにね。
まあ、コレクターね、コレクションのね、その仕方は人それぞれですからね、まあ、ちょうどいいんだと思います。はい、あとね、あと5箱で、ハイブリッドも終わりです。はい、ありがとうございました。またね、よろしくお願いします。